わさーノアライズレプレゼン26 years old。 どうも武田です。今日僕が一人で行くのはそうなんです、やるのはドッキリなんです。それで本日するドッキリはよしきにドーピング飲ませてみたドッキリー。あ、覚醒して、ファラ。今日のドッキリなんですけれども、まあ今言った通りで、よしきにドーピングを飲ませていこうドッキリなんですけれども、今これ聞いただけでみんなピンとこないはずなんですよ。そもそもドーピングは NG。禁止なんですね。どういう企画をしていきたいかっていうと、よしきまず騙します。その騙す方法が僕たちのチャンネル見てくれてる人だったらわかると思うんですけれども、大西団長。大西団長が裏ルートからドーピングをもらってきた手にします。僕たちね、この動画を撮る前に、いつもネタ会議というものをしていて、そのネタ会議中に僕がよしきさんにこう言います。いや、実は大西さんから、ドーピングもらって、このドーピングどうする、グレーだけどやるみたいなことをヨシキに提案します。そうするとヨシキは多分こう言うでしょう、絶対やる。これで仕掛けはバッチリ。その後ヨシキにドーピングを飲ませて足が速くなるかという検証なんですが、こちらのマイプロテインのクレアチンをジップロックに入れてヨシキに信じ込ませます。あいつクレアチンとか多分クレアチンのくの字も知らないんで、マジだこれすげえ、絶対言うんで心配しないでください。ギークレアチン効果ないって言えはしないですけどね。確かに。即効性はないんでね。即効性があるって言って騙すんで。プラス、ただドッキリを仕掛けるだけじゃないですよ。っていうのが、プラッシーボ効果っていう効果皆さんご存知ですか？薬の効果は本当はないのに、薬の効果はあるよって言って渡して、飲ませて効果が出たと勘違いする効果です。簡単に言えば思い込みなんですよ。ヨシキは本当にその効果が多分ね、発揮されるタイプの人間だと思うんで、それの検証とかでもあります。ただのふざけたドッキリじゃないです、今回。早速、ジップロックの方に、薬を入れて、クレアチン。マジで効果あります。これ話すと長くなるから、ちょっとまた今度話すわ、クレアチンについては。早速、ジップロックの方にクレアチンを入れて、ヨシキをネタ会議で騙していきたいと思います。それではやっていきまーす。ドーピング、ドーピング。誰がクリスチャン・コールマンや。ダッシュで行こうぜ。TKD の散歩クッキング。はい、用意するのはこちらのジップロックと、ジップロックに入れるスプーン、小さいスプーンとクレアチン、この3つが揃うだけでドーピングができます。飲み物のドーピングって存在するのかね、そもそもね。なんかさ、俺のドーピングのイメージさ、なんかステロイド飲み物あるんじゃないですか。あるのか。ちょっと皆さん調べても意味ないけど調べてみてください。市販の風邪薬とかもね、ドーピングになっちゃうからね。あー、そうだね。これで信じたら終わりです。ジップロックって書いてちょ、何これ。はっ、あ、びっくりした。これ破けてるかと思って、不良品かと思った。やばくないぞと。でもお兄さんに袋持ってこいって言われて、これに入れた手に。めっちゃ持ってる手にめっちゃ持ってる。お兄さんこんぐらい持ってる。まあ本当に持ってんだけどね。早速、じゃあ入れていきます。どんぐらいがさ、バカ騙せっか。いや、なんかちょっと少ない方がいいんじゃないですか。こちらこういうの。しかもさ、これさ、無味無臭ってのがいいよね。そう、無味無臭、多分舐めてみたら、本当に無味だと思う、それ。え、大丈夫、血管出てきてない。あ、やばい。悪魔だー、悪魔がいる。入れます。これ量多いな。ちょ、いい。まあこれぐらいもらってきたと。ジップロックミスった。薬局で買ってきたんですよ、さっき。まあいっか、あいつバカだから多分大丈夫だと思います。これをマジトーンでヨシキに見せて、絶対言うんで、あいつやる。まだバカな顔が見れそうだぜ。じゃあ早速やっていきましょう。ダッシュで行こうぜ。俺のさ、インスタさ、おっぱいしかないんだよ。あ、お疲れ。お疲れです。あ、お疲れです。俺のインスタおっぱいしかないんだけど。え、俺もなんだけど。おっぱいめっちゃだよ。やばいよな。うん、え、でもそれから結構見ちゃう。見ちゃうんじゃねえか。それだから、お前はそのせいだろ。俺もね、犬かおっぱいしかないよ。 98% おっぱいの俺がどうする。本当におっぱいしかない。いいから。じゃあ始めよう。もう、はい、なんか前の話の続きとかもあるんだけど、まあできればこの、このコーディネート系のやつ。あー、面白い。あ、そうそう、ダメだって。なんかおっぱいからチョコエッグになった。まあ全然おっぱいじゃないじゃん。まあ俺のおっぱい見る。バルギーだな。てかもう抱きたいエッチな女の特徴とかもあるもんね。だってあれだ。今日19時で OK です。 OK らしいです。19時 OK。 あー、 OK、 OK、 サンキュー。いや、どうでした。先生行ってほしいな。前さ、よしきまだ服には行ってないんだけどさ、1年以上前にさ、あ、俺いない時
そういない時に、まあ、プーも本当にまだ加入してない時、もう1年前以上、お兄さんがドーピング、入手に聞くから、面白そう、どうするみたいな、言われたじゃん。え、いけた？ドーピングだから、相当数字取れると思う。っていう話して、でそしたらお兄さんが、ウーが出てるよ。なんで持ってんのって言うと、遠藤さんルートが来てるんですよ。遠藤さんルート。一応見る。え、あんの？今あんの？そう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 。マジ？マジ鳥肌だよ。マジじゃん。ムミムルシューらしい。匂い嗅いでみ。砂糖とかじゃないよこれ。砂糖。質感がちげえ。うわ！やり方間違ったら俺ら炎上するかね。マジか。え、でも気になるなる。これ速攻性がいいらしい。マジ？そう。地形の薬じゃないよ。これ持ってってなんか捕まるとかじゃないよ。あ、捕まりやしね。陸上のルールで、陸上のルールで違反ですよ。そう、罰されられたね。え、でも別に公認出なきゃいい。お前さん OTT しか出んねん。YouTuber しかできないし、逆に。そうだね。やろう。いけるいけるいける。いや、でもマジで本当に前振りでちゃんと説明して本当に大事なものを失うぐらいの炎上になっちゃうから、そこがちょっとみんなで動画しながら動画を撮影しようと。とりあえずじゃあ次回の撮影でいいって50で比較したらいいから、50リアルにもう速攻性があるらしくて30分ぐらいで効果で始まる。ちょっと熱とか出るかもしれない。副作用はあるらしい。やる価値はある。ダメな炎上と、いい炎上があるわけじゃん。ダメな炎上ではないじゃん。ダメな炎上ではないから、よかったね。多分ね、アンチコメ絶対来るよ。YOSHIKIさん、がっかりしました。絶対来る。これ一応冷蔵庫に入れてってほしいらしい。冷蔵庫？冷蔵庫らしい。冷凍じゃん。冷蔵庫。冷蔵がいいらしい。冷蔵がいい。なんか粉物で冷蔵って何すかそれみたいな。冷蔵庫らしい。あんま光やってんだよ。ああ、はい。あ、待って、それ何度何度何度？冷蔵庫。5度か6度とか。7は何？ 7？ そんな7度は何？そんななんか、いや大事、やばいからさ、普通に。弱にしとこう。うん、しといて。はい、ということで当日やってきました。あいつなんて言い始めたかっていうと、周平、今日短距離の企画だからちょっと短距離のアップ教えてくんね。変わるか、やばい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 。大丈夫？多分大丈夫。めちゃくちゃ気合入ってるんで、まあ、僕もちょっと煽って煽って、まあ、一応ねドーピングっていうドッキリだけど、企画内容としてはプラシーボ効果、もうそれを今回見ていきたいので、やばいやばいやばい。何してあれあれ何意識してるか聞いてみていい？上がると思う。さすがに上がるよな。あいつ、いい意味でも悪い意味でも素直だからさ、上がりそうじゃない？絶対言うから、熱くなってきたかもとか、絶対言うからあいつ。ちょっとドキドキしてきた。ドキドキしてきた。ダッシュでいこうぜ、どうも、竹田でございます。刻んでいこうぜ。クラスに一人はいる、めっちゃ爪食うやつなんなん？はい、ということで本日の動画なんですけれども、はい、もしかしたら初かな、もしかしたらね。多分初だと思います、はい、危険、禁止、ドーピングを飲んだらどれだけ効果が出るのか検証していきたいと思います。え、これさ、体に悪影響とかない？大丈夫？え、めっちゃバクバクいってる。で、触ってこれ。え、そっちやん。ああ人間じゃねえの。あ、ほんとだ。音で立てたらこんぐらいです。ドクドクドク。普通は全然緊張してないじゃん。はい、ということで、もう名の通りなんですけれども、今回速攻性のあるドーピングをちょっと裏の方で入手させていただきました。まあ裏のつながり結構あるんで、陸上界でも。マジで速攻性があるっていうのがめっちゃ怖い。でも今回使っていくドーピングがこちらになります。名前は忘れてた、忘れてた。なんかね、10文字ぐらいの名前でちょっとここに載ってるかもしれない、今。ああ、なるほどね。テストレノベルジャネーションみたいな感じ。なんか入ってる袋も結構本格的だもん。はい、でしょ。うん、結構本格的でしょ。うん、やばいよ。やばいでしょ。ということで、こちら今回 YOSHIKI さんに飲んでいただいて、まずは普通の 50m1 本。あ、そっかそっかそっか。飲む前にか。はい、走っていただいて、 その後にこれを飲んで、まあ、30分ぐらい時間取ってもう一回計測してもらうと。はい、まあその時の感想、そしてタイムがどれだけ上がるか。相当見せない限りかなり上がると思います。あ、本当もう怖いしか出てこない。副作用がちょっといろいろあるみたいなんですけど、まあ、ちょっとそれも YOSHIKI さんちょっと、あ、でもなんか命の危険には別に飲んでないんで。自慢
しいところが出たらすいません。やだよ。あ、え、大西さんもちゃんと言ってたんだよね、それ。バカ言うな、バカ言うな、大西さんの名前出すな。バカ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 出すなよ。カットカットバカなしなしなし。はい、ドーピングを早速使って検証していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。大丈夫ですか。はい、ではやっていきましょう。ダッシュで行こうぜ。最初の1本でいきなりやったら絶対2本目上がっちゃうのは間違いないんで、ちょ、1回普通に1本走らせます。よしきさん、9割ぐらいで1本1回走ってください、普通に。74、僕が74、立つ。いつも通りじゃない。割と今バーって動いたら結構足上がるから状態いいと思う。じゃあ次早速全力で。はい、お願いします。さあ、経理で行こう。1本目タイム6秒70。おうおうおう、ちょっと力んだから。うん、じゃあここで速攻性のあるドーピング早速飲んでいって、okay. 検証していきたいと。これから本番です。向こうで、ちょっとこちら。うわ、マジ怖。大体の量は僕いけるんで、さじ加減で。さじ加減そんな大丈夫。なんか塩、それはもうお兄さんで聞いてきたから。待て、名前言って大丈夫。あ、ここ使わないです、ここ使わないです。ああ、で、こそういう感じ飲むんだ。そう、大体こんな感じですね。なんか混ぜるとかさ、なんかない、違うんだね。あー、まあ水に混ぜてもいい。でもないからさ、今回。うわ、怖、マジマジのやつなんで。いや、結構いくね。あー、こんぐらいですね。結構多いっすよ、これ。結構多いで。どうすか、匂いとか。無臭です。無臭か。はい、いった、行きました。何のためらいもなく、やっぱこういう時はすぐ行くと。うん、舐めてちゃんと最後まで。そう。うわ、なんか、うん、急に鼻水がなんか垂れてくる。マジで。なんかいろんな副作用あるみたいですよ。でも、え、これ気のせいかな。え、鼻水垂れてきた。え、鼻水がなんかわ大丈夫。多分だけど、ちょっと来てる。マジ。え、なんか寒かったのに、でも寒くない。マジ。やばいよ。やば。やっぱ速攻性あるんだ、これ。これやばい。なんか風も感じない。風も感じない。めっちゃ天気よく見える。めっちゃ天気よく見える。マジ。始まってんだけど。どうしたの？どうしたの？やばい。え？え、めっちゃ、めっちゃ関節が。柔らかい。関節なの？関節できたの？可動域多分3倍ぐらい今なってる。マジ？いや、だから多分ストライドとかもめっちゃ伸びると思う。めっちゃなるっすよ。ほら、俺あんまね、指なんないんですよ。すごくない？これね、それはね、捕まるわ。やばいよ。ちょっとそっちからやってみて。いつも通りだ。これね、速攻性ね、間違いなくある。全然違います、動き。可動域でかいっていうのはマジでその通り。スタートが違いました。違ったよな。うん、これで超えなかったら逆にどうする？いや、まあ、それはそれでね。まあでも出る気しかしないのは間違いない。うん、頼むわ。マジね、もう、これ何？早いもん。ああ、そう、あれか。いや、本当だ。え、早っ。やばくね。もう一回見せて。ほら、やばすげえ。もう行こう、もう行こうよ。もう行こう、行っちゃう。タイム出るよ。オッケーオッケー。やばっ、あるんだ、やっぱり。こんな変わるもんなんだな。ドーピングの真実です。いや、お願いします。はい、俺ね、力んで落ちるまであると思う。タイムどうします？タイム反応見たいから、やっぱ早くしよう。いいか。オッケー、行きましょう。オッケー。やばいぞ、すげえ、えぐい、えぐい、きた。いや、これね、出て当たり前だよ。絶対出るよ。タイム発表したいと思います。6秒52でしょ。うん、
まあそれは当たり前だよ。え、で 2?3?2、3 上がった2ぐらいか。いや、もっといくと思ったな。でも50で 0.2 だからとんでもないからね。いやでも効果は明らか。効果明らか。なんかね、ちょっとね、千葉市まで行かないけどめっちゃ視野がね、広がる。あ、ほんと？空が本当になんか青く見える、うん、マジでちょっとバカにしてるし。映画ちょっとバカにしてるし動きを。いやマジでやばいから。え、変わってるよね。いやもうね、なんか筋肉のね、細胞一つ一つがめっちゃめちゃ拡張する。マジ効果あるんだこれ。これはね、捕まって当然な足なと思う。捕まってというか、まあ、禁止されて当然な。確かにちょっと、俺も見てみたい、ちゃんと。いやもうやばいよ。もう一回見せますよ、皆さん。この動画でしか見れないからね。うわすごいね。手に持ってみるとすごいわ、やっぱり。うわぁ、俺危険なんで皆さんマジ飲まないでくださいね。何してる、何してる、何してる。え、何やってんの。いや俺が大会、いや大会出るから俺が代わりにやったんや。だってそれクリアチンですもん。はい、クリアチン。クレチンス、多分。どういうこと？最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。OK。 クレアチンって、その物質？クレアチンっていう、まあ、サプリ、マイプロテインの。え、いえ、で、ちなみにさっきの2本目のタイムは6秒82ですね。待って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 分かんない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 。はい、ということで今回ね、ヨシキに意味が分かんない。え、なになになに。今回ヨシキにドーピングと見せかけたクレアチンを飲ませたら 50m 速くなる説を今回やってみました。検証結果2つあります。ヨシキはバカ、プラスプラス脂肪、効果はない、存在しません。ヨシキ一番存在しそうだったんだけど、プラス脂肪効果ってものが。え、待って待って、え、ドッキリってこと。いや、検証。え、何、クレアチンっていうのがなんかそういうヤバい物質ってこと。え、どういうこと。え、全然わからん。え、待って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 、え、待って待って、え、キモくね俺。めっちゃこれダサいよ。え、これめっちゃダサいよ。いやでも、え、でも本当に筋肉のっていうあの感じは、え、待って、気の持ちようってこと。気の持ちようだもん。え、やばくないこれ。プラッシボ、プラッシボです。プラッシボヨシキ。え、やばい、待って、ちょっと待って。え、あの、この動きとかさ、全部なしでカットできる。できない。マジで。できない。マジで、本当にやだ。本当にやだ。やばい、やばい、やばい、やばい。タイムも遅くなってたってこと。タイムも、6秒70から、6秒82に落ちてます。うわ、ただ力んでるだけじゃん。